主力商品のスカイウォッカ。モチーフはカリフォルニアの澄んだ青空。カンパリアメリカはアメリカ合衆国の飲料会社。イタリアの酒造企業であるカンパリグループの子会社である。前身は1992年に設立されたスカイスピリッツ LLC。同社の本拠地であるサンフランシスコにてモーリス・カンバーが創設し、スカイウォッカが最初の製品として導入された。 1999年1月、スカイスピリッツはアジアでの相互の製品取扱いのためなせるアフマドバンドと提携した。当時スカイスピリッツ LLC はイタリア企業のカンパリグループの商品をアメリカに輸入する唯一の企業であり、反対に世界中に販路を有するカンパリグループもアメリカとプエルトリコ以外ではほぼ独占状態でスカイウォッカの販売を行っており、 相互に関係が深かった。2001年12月13日、カンパリグループがスカイスピリッツ LLC の株式の58.9%を取得し支配株主となると2005年2月25日にはさらに30.1%の株式を取得、カンパリグループは合計で89%に上る株式を保有するに至った。2012年1月11日、 スカイスピリッツ LLC はカンパリアメリカに社名変更した。カンパリアメリカはアメリカにおけるカンパリグループの所有ブランドを経営している。設立以来、スカイスピリッツはスカイブルーとスカイスポートをリリースするためにナセル・アフマドバンドと提携をした。スカイブルーはサンフランシスコのスカイスピリッツとミラー社が製造したモルト飲料である。 その飲料はアルコール度数約5%であった。ミラー社はスカイブルーの開発に4000万ドル提供したが販売不振により数年で販売を中止した。ありがとうございます。